カット作りね。まだチャンネル PR ビデオも作ってないのに。あ、そう。そうだね。そういうこと。じゃあオープニングカットに必要な要件を説明しよう。まず YouTube 公式のベストプラクティスを加味したオープニングカットの必要要件が3つあります。1つ目、長すぎるカットインは動画の直帰率を上げる要因になる。短くすぐ本編に入れるようにするのが理想的。2つ目、イントロシーンで動画のダイジェストを差し込むと視聴者への意識をつかみやすい。それを考慮した構成にもできるようにする。3つ目、演出は凝りすぎても騒がしすぎて印象を良くするのは難しい。単純であると同時に独創的かつ個性的な構造と演出を作る必要がある。これら3点を考慮してチャンネルのオリジナルタイトルカットを作るのが重要です。もし Mac や iOS 端末を持っているのであれば、編集に慣れてないうちは iMovie にある映画トレーラーの冒頭部を参考にするのがいいでしょう。次にエンドカット。これは逆に20秒必要です。なぜなら YouTube には終了画面機能というのがあって、その最大表示時間が20秒になっております。他の動画の視聴も誘導したいのなら、これを最大限使わない手はないでしょう。が、20秒は思いのほか長いです。ルミナスダイアリー本編をご覧いただいていると思いますが、あちらのエンディングは30秒弱あり、終了画面が3分の2を占めます。これだけ長いと最後までエンドカットを見ていただけないことが簡単に予想できるはずです。じゃあどうすればいいのか。お任せあれ。バーチャルクリエイターの腕の見せ所ってやつですよ。ってことで早速モーション5でジェネレーターを作ってみた。毎回の制作で手間をかけたくないから、どちらもテンプレにしてやったぞ。で、エンドカットはこれ。右側の方に終了画面が出ているだろ。この後最後の5秒でエンド専用カットインを入れて動画が終わるわけだ。そんではまた。バイバーイ。